今回お邪魔したのは高崎市菅谷町ラーメン金刀雲。以前担々麺を食べたお店。今回のお目当ては夏らしくバジレタスラーメン。もちろんこれだけでは足りないのでもう一品追加。どれにしようか。チーマー風も気になるが油淋鶏で。きたきた、バジレタスラーメン。刻みレタスに貝割れ、ドライバジルと輪切りのレモン。いただきます。麺は細麺。刻みレタスと麺がよく絡んで独特の食感を出している。この輪切りのレモンはチャーシューの立ち位置か。当然酸っぱい。スープは塩ベース。これもまた刻みレタスとよく合う。続いて油淋鶏。火の通りが絶妙でとても柔らかい。今更ながらご飯が欲しくなる。あ、すいません、ライス代いただきますか。肉とご飯の最強の組み合わせ。旨辛で甘酸っぱい特製のポン酢が絡んだ油淋鶏、そして刻みレタス。ご飯と一緒に食べればいくらでも入る組み合わせ。今日も残さず食べました。ごちそうさまでした。今回はさっぱりだけどやっぱり担々麺も捨てがたい。次は担々麺を食べに来よう。